生活保護を切ろうと思っていろいろ真剣にこう考えて動いてたんですけども、やはり動けば動くほど金銭面で難しいかなって思います。まあ、スマホ代が、まあ、スマホ代と貸し走行代でだいたい2万円から2万5千円ぐらいいるんですけども、その金2万円っていう金さえもちょっと難しいかなって思うんですよ。多分部屋も借りれないでしょうから、そしたらまあドヤ済みになると思うんですけども、そのドヤ代もまあ難しいやろうし、ドヤに泊まって食うだけで精一杯になるかなっていうふうに思います。もしくはそれさえもちょっと厳しいかなって思うんですよね、自分で。もう今仕事も減ってますし、決まったところしか来てないんで、ほとんどもうずっと同じところに行くことになると思うんですよ。でそしたらもうほとんど会社勤めと変わらないですしね、で体力的にも気力的にも今はもう落ちてますから、はい、ちょっと本気で縄ポキって抜け出そうって考えたんですけども、やっぱりそのスマホ代も払われへんようになるんじゃないかなって、まあ、自分で思ってるんですよね。で今はもう50にもなってるしますし、老後のことを考えたら老後の金も貯めることを、今から老後の金を貯めるなんて無理ですから、やっぱり生ポーから抜けるのはどうしても無理かなと思いますね。月20万とかね稼げるんやったら全然抜けた方がいいと思うんですけども、抜けた方がやっぱりそれだけ好きにできるお金もありますし、生活保護って言うたらやっぱりカツカツですからね、カツカツでしんどいんですけども、やっぱそれでもその10万円っていうお金を稼げない人間っていますから、それがまあ僕なんですけどね、そういう人間はやっぱり生ポから抜けるのは厳しいなって思いますね。ほんま抜けたいのは山々なんですけども、抜けたいのは山々なんですけども、なかなか現実は厳しいって感じですね。お金を稼ぐ解消がないんで自分は、まあ、老後のことも老後の金も貯めていかなければいけないってなったら本当厳しいですね。日本経済の落ち込みは僕たち底辺に直撃します。次生まれ変わるなら裕福な坊ちゃんとして生まれていきたいです。いやもう生まれてこない方がいいかもしれません。僕はもがいてももがいても抜け出せない絶望の淵で生きていくしかないのでしょうか。